とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はアイテムが298個また溜まりましたね。古代狩り行きましょう。今朝なので多分マルチは入ってこないと思いますので一人でやっていきます。1周目終了です。まさかの外れ、一発目から外れ、幸先が悪いね。うん、これはもう4周確定かな。いらない。多分ね、俺思ったんだけど、壊れたソーブレードも機械化ソーブレードも一緒だね。一緒。うん、攻撃回数が多いかどうかなのよ。攻撃が長いか短いかなので、うん、どっちを選んでもいいよね。うん、263で出たやつで、まあ、壊れたソーブレードでもありだわ。うん、結構火力出るからありあり。うん、でもまあまあここではいいのは出ないでしょう。うん、263が前提だからね。はい、次。あー、全然だな。全然ですね。ミステリーはワンチャンあるかなぐらいで。いやーダメだ、よろしくない。2周目、次こそは古代人出てくれよ。嘘でしょ、2回目も外れ。 86% だよ。1回目2回目ともに 86% でいって外れ。これどういうこと、なんかおかしいでしょ今日。まあまあここでなんか出ればいいけどさ、86% 2回外すってこれひどいぞ、ひどいひどい。おお、イカイカイカが出た。イカクールダウンがついてれば OK。 おー、ついてる。あ、でもなー、でもなー、いらないか。いや、いらない。うん、今までは誰かにプレゼントするとかで取ってたりしたけど、もうそういうのもいいかな。いらねえな。影化解除すると爆発で、まあ下はねクールダウンと、まあ防護でもいいよね。防護でも火炎フォーカスでもいい。一番右がさ、いらないね。次、はい、次。お、フィザー。クールダウンなし。ダメですね。次こそはお願いよ、出てね。ありました。よかった。で、最近、集会用で使ってる装備がね、これなのよね。幸運の瞬足デスバーターです。まあ、クールダウンついてないんだけども、あんまりね、なんだろう、カバンビルドでも連打しなくなったので、クールダウンなしでもそこそこいけるんだよね。いけ！あ！もう、逃げられた！逃げられた！この連打で行こうと思ったんだけどね。まあまあ仕方ない。トゥルバドゥール、そこそこじゃないですか？ここか！まあ、槍でしょうね。槍が出るんでしょ、どうせ。周回用としてはやっぱね、この装備めちゃくちゃ、あー、ミスった、ミスった。ーブーツ装備したままだ。違う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 。ああ、ブーツはこれ周回でブワーっていくとき用なんだ。戦うときはこれ、これですよ。ちょっと待って、とりあえずこいつらを片付けてしまおう。おいおい、なんか固まったぞ。よし、オッケー、いけ。ああ、おお、乱射か。おもれ、あれあれあれ、落ちた落ちた。よしよしよ、降ってきた。乱射でしたね、槍じゃなかった。2周目おしまいですね。なんかいまいち出が悪いな。魂いらないな。ソウルダンサークールダウンなし。次、
次。骨コンボをね、なんかタワーをやってるとすごく強い武器だったなーって思う。うん。これいい武器だよね。痛みサイクルか。ダメだな。普通の武器に痛みがついても、ちょっと扱いが難しいんだよね。ヒグリンの誇り、これ使えるのか。この巻き上げ攻撃っていうのがね、どうも好きになれないんだよね。クールダウンショットはついてるけども、ダメだね。両方ついてるけども、他のやつがない。うん。次。ダメだね。はい。では、もう一周行こう。よっしゃ、3周目もちゃんと出てきてくれましたね。よかった。行こう。あ、無理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 。無理。無理。無理です。ちょっと火炎がついてるやつは、ちょっと無理だったね。うん。衝撃波ついてないと、ちょっと無理。これ旋風しかついてないんで。でもやっぱね、幸運を、イカにつけたっていうのは正解だね。カバンビルドが、抜群に強くなった。ここか。よりにもよってここですか。嫌なんだよね、ここって。いけ。うわぁ、きつい。おぉ、でもいけた。ちょっと待って、待って。なんで死んだ？わからん。なんかで、死んだみたいですけども。僕かなんかかな。まあいいよ。強化が出ました。4周目おしまいです。なんかいまいちだったね。1周目、2周目が 86%、3周目、4周目が 90% で行きました。なのになんかちょっとね、今日はダメみたいですね。こういう日もたまにやっぱあるよね。マルチショット連鎖反応、いらんね。クールダウンショットは他がない。次。じゃないかな。クールダウンがやっぱね、防具はつきにくいんだよね。必須スキルなんだけどもつきにくい。ダメ。最後も全然ダメでしたね。はい、それでは見てみましょうか。今日出たやつがこの4つ。たった4つか。まあまあユニークは3つ出てるね。乱射はもちろんいりません。名もなき刃、なんだ。黄金スキルが良くない。凶暴化2はね、全然ダメですね。トゥルバドゥールは、クールダウンなし。いりません。はい。で、強固は、これもクールダウンなしか。使いませんね。はい。で、今ね、俺が普通装備してるのがこれなんだよね。発光するイカで、クールダウン、火炎フォーカス、稲妻フォーカス。で、黄金スキルで、食料貯蔵かな？食料貯蔵がね、いらなかったんだよね。でもまあまあ、ついたもんだから仕方ない。これ使ってるんですけども、最近集会でこれが、すごく、いい感じです。幸運と、瞬足、デスバーター。だね。デスバーターは、まあ、保険だよね。で、幸運で、古代人倒すときとかもそのままいけるんで、楽です。で、瞬足。これが、カバンビルドとかなりマッチして、すごいスピードで、クリアすることができるようになりました。うん。まあ、最近の俺のアーティファクトのセットは、羽、ブーツ、カバンなのよ。なんで、これがね、すごくいい感じです。やっぱりイカとか影に幸運がつくとね、そのまま使っていけるので、装備を変更しなくてよくて、かなり使い勝手がいいですね。はい。まあ、今日はとにかくあまり良くない、全然良くない日でした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。